では本日の方はこちら。えー、っと、メッセージが、普段フリーで、トップ取り、チップありのフリールール。ということなんで、フリールールで見ていこうかなと思います。うん。久々でね、えー、ちょっと楽しみというか、ね、 フリールールはなかなか少ないので、要望は。はい、成績の方はこちら。うん。良くないな。うん。トップ取りという割にトップ率も28%か。 風呂、えー、率が31%。うん。まあまあまあ、これだと結構、まあ、パッと見でいろいろありそうなんで。見ていきま、見ていきますか。はい、一応、内易だけ特に聞きたいですっていう感じだったんですけど。はい。まあ、ありますか。とにかく、おや、ドラがー、ウピン。フリーなんで、かなり面前で。まあ、ラスカイ人、ちょっと手組とかも変わってくるんですけど、まあ、ざっくりいきましょうか。はい え、何切る ?9 万ま、9万て、まあ、重なったら3色同行あるけど。まあ、9万か八切る。9万。うん、8。と、うん。はい、10万縦。うん。えー。 量層。で、ピンあ、ピン、リンピンから。うん、まあ、量層あってもね、まあ、酸引いたときに、結局量層を切るってなるから、まあ、別に、一通とかにもならんしね。まあ、こういうときは、この、三層引いたら使うのかっていうことを考える。 まあ,あ、例えば、124とか、689とか、そういう複合形の時もそうだけど、複合形じゃないか、そんなもんは。124は複合形じゃないか。うん。まあ、これ245だ。まあ、これで、2ンピン切って、2層残すってことは3層引きのためだけど、2スピン切って3層引きましたって、 何切るって言って、ここでリアンソー切ってたら、そしたら全くまあ意味はないからな。うん。で、まあこの手は俺はリ量層、まあ連続系あるんで、急層とかが1枚切れたら、急層とか切る可能性はあるけど、ただまあ別にソー切って全然問題ないんで、うん。で、まあリアンピ品ンに関しては3ピン引いたら普通に使うと。 そ一応、リアンソーがほぼいらない範囲なんで、まあ一応、細かいけど、リアンソーからということチーマン。うん、まあ、これも同様かな。同様に。チーマンからは、9万引いたら3色もあるよな、ね。9万切っちゃってるけど、まあ、それは別に関係ないんで、今回は。で、ローマン引いたら普通に使う。 で同様にリアンソー、まあ、ただ、一応、リアンソウがね、下ちゃんの現物、問い目の筋になってるから、うんまあ、自分によっては、もちろん、こういうとこからチーマンを切ることはある。安全度は違いすぎる。あ、これ、ソう切るんだ。あ、リアンピンは切ったけど、リアン、チーマンは切らないんだ。はいはい。まあまあ、いいと思います。あ、チーマン取っとくな。はい、これはまあ、チーマンかな、ここで。 普通にまっすぐ、まっすぐ打ててますね。うん。うん、別にな、何にも。はい。とにかくページャードラガー、ローピン。うん、これは良くない。ま、あ、本一か。まあ、とりあえず言いそう切って考える。 あ、チーズを引いちゃった。まあ、こうやったら普通に行くだけだから、チュン切る。うん。うん。もう、なんもない。なんか、なんか全然。ねリアンソウから一通とか、まあ、三色もあるから。うん、まあ、さすがにないか。さすがにそんなミスはしないはい。で、まあ、三色あるんで、パーピン。 で、まあ一応あとは仕掛けるかどうか。9万が1枚しかないんで、まあ、あ、落ちた。まあ例えばこの後で9万出たりしたら、まあ6、9万が4枚切れになっちゃうし、もうどうしようもないけど、まあ泣いてもいいですね。僕は泣きますね。この後9万出たら。まあ1000点確定になっちゃうけど。 えー、下茶の親が連チャンして、手配はこれはいいね。はい。あ,あ、吐くから。ああ、いいっすね。うん。もうこんな単品系だしリーチ手順だから、フリーならなおさらもう吐くな、吐くうん。まあもちろんフリーじゃなくてもいいんですけど、って。そういうのも知ってると。なんであんな成績悪いんだろうな。 うん。もう最強の手だ。うん、パーピンもしっかり残していく。いや、実に見やすいっすね。<coughs> うん、これ、でやめんやめん。うん。何にもないっすね。はいはい。3万切るか、トン切るか。 うん。まあ、丁寧に行くなら、それはまあ、トンなんだけど、もう現状は、面両面だし、まあ一応、3万、三4、5、6残すメリットは、数万とか、数万ウーマン引いたときに、まあ、単用確定の、まあもちろん、量万で3面チャンでもいいんだけど、3面チャンの場合はちょっと、いい万3枚切れとかあるんで、量面とはあんま変わんないから、うん。まあそれはまあいいとして、まあ数万ウーマン引いたときに、 できる両面は、ン,あのタンヤオが確定してる両面なんで、まあ、タンヤオに行きやすいというか、一数ピン6球層だと、まあ、両方が、ね、タンヤオ不確定なんで仕掛けもできないけど、ツーマーウーマン引いた後に、2ピン、3ピンとか落として、ローソーチーはタンヤオ確定だからできる、みたいな、超丁寧に行くならそうなんだけど、まあ、今回はトイメンの現物3ワンなんで、まあ、 飛んでもいいし。うん。これが、トイメンの現物じゃなくてサブローマンで、なおかつ、今はまだテンパってないかなっていう、例えばウーピン切った直後で、自分の手配で、 まあ想像のなんか、際どいリャンソウとかが浮いてるみたいな。そういう感じだと、先切りたいってなるんですけど、まあ、形がね。違って。だけど今回の3万は別に後から切っても、まあ、上下に切り遅れる可能性はあるけど、別にどっちでもいっちゃうどっちでもいいんだけど。ただまあ、 基本的にまあ、両面両面のインシャンテンは、もう、その両面がね、特別弱いとか、もう4枚切れの両面があるとかじゃなければ、もうシンプルに固定するのが、まあ、安定感はありますよね。うん、はい。じゃあ、俺は一応3ンで。 うん、あとね、まあ、一番の理由というか、トイメンがもう皮がめちゃくちゃ濃いから、トンで一応放獣する可能性あるのと、まあトン、ポンされたらもうさすがにテンパイ取られちゃう。うん。で、神茶しもちゃがリチ来たら3万のが、トイより切るのが嫌だ。っていう感じで、俺は3万で、 あ,あ、3万だった。いいの。トイメンが3万リアマ落とし。んー、なんだこれ。一数間泣いてないもんね。一数間泣いてないっていか、あるか。ここの時点ではあるか。うん、この3万リアマ落としが、2233からとかだったら、イい,いマンチしてるもんね。で、この後に、 ヤマンだから、まあ、これがトイメンイがこの椅子ねこれちょっとなんか,か手配だけ見るとあ川だけ見ると椅子ンが嫌なんですけどトイメンが3枚に山を外してるんで,でこの言マを鳴いてないんで椅子湾は警戒しなくてもいい。うん。まあ単純にトイメンイは椅イ子ンが3枚切れだから。 薄いから落としたっていう感じで。これちょっとローピンチーは、うーん、なんだろうなという感じで思いながら。え自分ツスもう。初切る。あ、トンから行くか。あ まあ、俺いつも言ってんだけど、もうね、すでにもうテンパイかもしれないって相手に対しての先切りはしなくていいかな。今回だともう普通にトイメンがテンパイ全然ある。悪くてもいいじゃんって。その相手に対してはもう平凡に初切ればいいよ。それはなんでかっていうと、まあ当然論って言われたら一番最悪なのと、 あとは、イーシャンテンだとしても、ポンテン取られちゃったら、テンパイ対自分がイーシャンテンでめくり合うって感じになっちゃうんで、ちょっと、分は悪くなっちゃうんで。もう。いや、トイメンが間違いなくもうテンパイでもイーシャンテンでもない、リアンシャンテンって言うなら、トン切ります。ま、さすがにそんなことはないでしょうということで、あ、トンポンされていく。急走出た。一数ピン引いてなトン切りリーチだったら、ポン、ロン。 できたのになーとかいうことを俺なら多分思ってる、まあ、これはあくまで結果論でしかないけど結果論でしかないけど俺だったら多分トン切ってあれ初からだなと思って急走出てきて一数ピン引いてトン切りリチだったら遠い面から打ち取れてたかなーとかいうことをなぜか考えてしまう考えても意味ないけどそれは急走出てきたえー、急走はまあここで急走切れてるんで ね、998とか997とか9層が統一の形はないかなっていう感じなんだけどただまあだからって何が読めるかって言われるとまあちょっとあれなんで9層、うんまあ、周りちゃんと確定して相図町とかね、うん、もしくはまあ9層周辺が町になってる、うん まあ、その場合だったら、パーソー、パーソーチーソー、どっちかと何かのシャボみたいな。うん。まあ、一応、そんな感じで読んどけばいいかなと思います。はい。あ,あ一応、まあ、遠い面の手配。あ,あ、まあ 問い目上がるかどうする、まあ、そういう時考えるのは頭の中でトイメの手配がどうだったら違和感ないかなと。トイメの手配が例えば相図34889トントンうんだったら別に違和感はないよねっていう。 そういうふうに考えながら。これが例えば、トンしか役がない仕掛けだと、急騒の周辺のジャン刀が、ちょっとあるかな。それだったらなんか、急騒、先き切るかなとかね。まあ、そういうのも考えたりするけど。うん。例えばこれがチュンのポンが、うん、まあなんか、イーピンのポンとかだとすると <laughs>、これで、 34889トントンだと急走が全く必要ない範囲になってるからなんか完全安牌とか切られてるとそういうのが否定されるかなとか思ったりするけど今回はまあ別にまあ少なくともトイメンが3万200万払ってるからなんかめちゃくちゃな具形ではないと思いますけどまあやっぱり普通に相像の2 0面って思ったらいいと思います。 小層パーソー、雀刀で。うん、まあ、まあ、3万リアン、2リ2ン目の音してる最中に急層弾いてる可能性あるか。うん、だからまあ、まあ、急層は全く関係ない可能性もあるね。まあ、ただ、バー見ると一応、リアンマンの方が安全のような感じ見えるから、急層とリアンマンだったらどっちから切るかなとかはちょっと考えるけど、まあ、あそこら辺の細かいことはさすがに、あ、やってない人もいるんで。 はい入って5699 <laughs> うんまあまあまあそんな形ですねでええー、トーン3曲シャーチャーええー、ドラがチーマンうんああまあ一応あれ見とくか さっきのトイメの手の。まあ。ここからね。まず9万、チーマン切る。あれなんでウーピンが、あ、ウーピンを切ったのか。うん、ちょっと謎な感じでしたね。ウーピンは、ねうん、あドラを使い切るってことか。ドラがローピンだから。ドラがチーピンだから。 カンローピン固定ちょっと。うん。まあまあ、ちょっとね、こういうのあるんでね。まあ、い、あのー、ジャンタマはまあそこまで読みすぎても。うん。まあ、今回の手は別に、あ、それはあんま関係なかったから、いいんだけど、ちょっとね、あのー、予期しない形が出てくることは多いんで。これだったらまあ、普通は3万リアンマ落とすわな。 で、まあ、トイトイもあるかもしんないしね、これ。この後で3マニアも落とすようになるとね。うん。あ、ここで、うん。じゃあ、まあ、テンパイからでしたな、ね。あんこからの切り出しで、急走大民間はしないか。しないっていう感じでした、ね。で、トーンをポンしたと。 えでは、トもさん玉子ャーゃャドラチーマン。手イはちょっともうチートいぐらいしか、うん、点数もまあそこまでへこんでないし、ちょっとこれは消極的で。はい。両面できたか。まあとりあえずは南平でいいかな。フリールールだしな。うん。はい。 はい、うん、ツモが普通なんでいいですね。ドラドラ。うん、まあ、数層切るでしょう。イースを切って全力単ヤを。別にそんな、あれじゃないような気がする、ね。4と1だし。うん、はい、数層切る。うん。いや、なんか安定感ありますね。普通に。 うまいのになぜあんな成績になってるかよくわからんっていう。うーん、ここでリーチか。まあ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 。いそう、いいそうが普通かなまあ完全ベタ折りって言われたらまあチーピンがあるけど。まあちょっとあんまりこれ、チーピンも切りたくないかな。 まあ保留のパーピンちょっと、それはなんか中途半端かな。まあ、紙しゃがり位置っていうのはき、一応押す上ではプラスになる。まあ、なんでも泣けるし、ねえ、言いそきってなんかチーして、言いそきってチーみたいな。うん。結構、なん、結構っていうかもう、当然なんでも泣けるので、 まあ一応俺はイーソーイーソーでも全全体制一旦ははいえ何蹴るでしょうかチーピンかイーソーどっち蹴るイーソーえいいっすねなんでこんな普通に打ててあんな成績になってるんだとにかくなんちゃドラバリアンソ まあ普通に行くだけ、シャーペー切っていく。と、2割切れになってから引いた。<laughs> ただ自分の手がもうしょうもなさすぎるんで、もう初切ります。一応3統一でチートでもあるかもしれないし。まあ、初がポンされる。初は、また引いてきた。えー、ここからか。うん、まあようわからないんで、もう数層で。 まあ、トントンとか切った方がいいかもしれんけどね。上がりにはね。ただもうちょっと、トイメンの通風呂もあるんで、通ーで、トンで、トンか。うーん、まあまあまあ、この順目でトイメンの通風呂を考えると自分がそんなにいい手配とは言えないから、まあ、数ー,ー切って、やめ固定して、まあ、産品とかでもいいけど、 3ピンか、3ピンか、数層切って、で、まあ、小層ね、小ー,ーズバッて引いた時だけ、結構いいシャテンで押すかなっていう感じかな。トントン切ってって言うとね、小を引いて、さらに何か引いてって、ちょっときつい感じする。もちろん、神茶しも茶のリーチに対してもアンパイ何もなくなっちゃうし。 そんな感じです。あえ、リャンマンか、急走、リャンマン切る。いや、でも、至ってシンプルにまっすぐ打つんでね。ああ、こうなって、このスーピンか。まあ、トイメンが本一にいってるとしたら、まあ、降りれるし、いつでもな。まあ、別にチーしてもいいよな。 まあちょっと打点安す,すぎるからまあもうこの手は上茶下茶のリーチにも絶対振らないようにチーしないっていう方がまあ普通だとは思いますけどあチーしないかでロービンにてきたまあ一応い、e、いシャンテンではあるけど訳のわかんないい、e、いシャンテンなんで関数ピン関チーペンチーソー そ、そこのイーシャンテンに価値はないということで、まあ平凡にパワー層級層落とし、で、まあここで数層、ね、ああ、ここで数層もあるのかなまあまあまあ、あるか。うん。 シャンテンテ的にはうんまあどっちにしてもリアンシャンテンだけどうーんなんか俺の中ではなんかいここはちょっと違うんだけど別に悪くないっすねうんなんかこれを大きく否定はできないない一応単オが確定してるみたいな手なんでなんかパーソー9層切ってそれこそ想像で なんかいろいろごちゃごちゃ二面図とか複合系とかあるかなと思ったんだけど、ね、えここでスーソー切っていく。ああ、350か。まあ、染まってなかったらそこまで高くないし。いや、まぁね。 うんうん、まあ普通に見るとトイメンが光景っぽいから例えば俺がトイメンの席に座ってたりしたらパーソーローソーシャーで光景っぽいけど、うん、ちょっとこの人なんかさっきも手順がちょっとおかしかったからわかんないからねいきなりわけのわかんないマンズのペンサンマンとかなんか。 別に関三腕とかがいきなり出てきくる可能性だってあるしな。このリャンマンどうするか。まあこれに関しては本質とかも別に否定する材料ないんで。まあ難しいですね。まあもちろん完全に。 撤退するならパーソー休を切れるけど遠い面がしっかり言ってる人だったら少なくても後継テンパイだから、まあ、リアンマン別に使えなくないしパーソー休想っていうのも全然あるかなと思います、はい、えっ何を親でドラガロ押すそう手配悪いな まあ、あとりあえず、イソ切って考える。あ、ペイからか。あー、これ本一あるからな。イソでいいよ。チーマンチーから本一。リャンマン、スーマンもか。リャンマン、スーマンチーマンから仕掛けて本一に行くから。イソで。まあ、あ超ひねくれてもウーピンとか切ったとしても。それは食い畳があるからダメか。ただなんかそれでももう別に。やっぱここの三面通候補がでかいんですよね。 とりあえずトンペ以外何か切ってください。3枚引く、トンキラー。あここでもか。全くこいつ見てないってことか。まあ、フリーだからやっぱチップが、チップじゃない、リーチが偉いんで、まあ、こういう思考停止して、自敗とりあえず切っちゃうっていうのでもいいんだけど、うん。一応、1、2、3もあるかもしれないしな。言いそうからな。はい。うん、マンズ引いてくると悲しいことになるぞ、これ。 はい。これでイーソー切っていく。イーソー引いていく。うん、あの引いてくんな。まあ、ペイとかトンが、両方2枚ずつ切れて、ペイトンで恨めることはなさそうだから、まあ、よかったけど。ええー、ウーピン切る。なんか、え、な、マンずしか引かないの。すごいな。 うーん、E ピン切るかなあ、違うか。リーチ、イペイコーのの E シャンテン取れる。ペン3ピン。まあ、普通にチーそうか。まあ、一応なんか、チート、イーシャンテンとして見ると E ピンが2枚切れだったけど、リーチ、イペイーコーでも全然いいから、チーソー切る。まあ、ちょっとむずいけどな。チーマン引いたらチーツ行きたい。まあ、3ピンから引いた時だけは甘リャンウーワン、パー、キュリアンウーワン、キュワンっていう変則3面。 リーチペイコでリーチするかなって感じなんで、まあチーソー、うん、にしときます。うん。あ別に。あチートゥの方はテンパイかえ。まあもうリーチ。いピングリーチ。ああ、もうリーチで。フリーはもう全部リーチ。うん。ラス目とか。フリーのラス目でリーチしないってもほぼないと思った方がいいと思います。 やっぱ、あの、どんな形でもやっぱり一発つもの抽選受けれるんで、こんなリアンピンになって別につくつ、積もってくるしな。まあ、今回一応引っ掛けになってるけど、まあ宣言牌 E.P. ピンだから嫌だけど、あ,あ、違う違う、リアンピン待ちじゃねパーマン待ちでは。うん。引っ掛けになってない、ごめん。リアンピンを引いたから、パーマン待ちは、うん、何も、引っ掛けにも何もなってないけど、やっぱうっかり積もった時痛すぎる。 こっからだから手代わりするまでに何順かかるかわかんないけど、たとえ平均4順かかってもっとね明確に上がれそうな短期に変わるとしても4順目に。その4順の間にパワー1引いてきたら死亡だからな。特にフリーなら裏ね、チップもあるし。まあ、だからもう点数凹んでたら全部リーチっていう習慣の方がいいかな。 これが鎮逸とかもいかないもんね、泣いてね。まあ、チーマ万引いた時だけは行くかもしれんけどね。ただ、それはまあ、ちょっと現実的ではないかな。はい、もう、イーピン切ってリーチします。3万ポンとかしないよな、ね。まあ、したらなんか、一貫性はあるけど、あ、イーピン切ったのは、ダマにしたのは、鎮逸行くためかと思うけど、さすがにしないです。 キューピン。ああ、これでい,いっつんのか。ああ、しないこれ何を見てんだろうね。キューピンなんか革的にはなんかめっちゃいいし。っていうともうないっす。これ以上の街が。うん。キューピンだとなんとなく、パーピン、この人パーピン切った後にチューン。この人もキューピンつもぎり。うん。で、まあ、紙茶しも茶はキューピン持ってないかなって感じで。うん。で、あ、トイメン持ってない。うん。ニヤマ。 だったらもうリーチでいいかなもうそもそもが <laughs> そんなキューピンより多分いい町チーマン引いてきた町か唯一の陳一のハイ引いてきたなまあうーん わからんす、これは。申し訳ないけど。まあ、Q1 ポンテンとか取れたりとか、まあ、いろんなもんが泣ける。リャンウーワンローマンリャンウーワン 6789? リャンウーワン6789が泣いて転ンだけど、これに関しては、順目が深すぎるんで、ただまあ、この手順でいきなりこれでチーマン来てリーチしたりしたら、 それこそ訳が分かんないから手順を通してみるとまあリアンピンなんだろうけどただこれですらメンチンインシャンテンだけどやっぱり即利してもう上がり抽選受けたいって感覚になってしまううんまあここまでの手配はまあリアンピン切るんだろうけどそもそもえー、まあ分かりやすく言うと2巡前にパワーワン短期リーチ打ってた 状態と2巡後にここからリアンピン切るというのを比較するとやっぱり俺は単純に2巡前にリーチして相撲抽選出上がり抽選リーチチートになるら十分勝負手だしね相撲抽選受けたかったなって感じうんはいまあこの手順になったらリアンピン、はい、まああとは泣き忘れがないようにまあ6級ンとかは絶対泣くけど C1 パワー1とかね 数万数万は泣けない。泣いた。うん、まあ、テンパチャンスはもう上がってますね、確かにね、うん。まあ、泣いてもいいのかな。泣いてもいいのかもしれんけど、うん、ま,まあ、悪い仕掛けではないんじゃないかな。 赤嘘を食い取っっってきたたしあリーチ入っちゃったかまあこれは終わってしまうのか。終わってしまった脳天で。うーん。はい。まあ、リアンマン・サンマンノーチャンスだから、9万よりはこっちの方が安全か。リアンマン・サンマンはもうほぼ完全安排みたいなもんかな。 ヤンマンはカンリャンマンしかないから、遠い面言来てるし、カンリャンマンしかない、ヤンマンが一番安全かな。あちょっと悲しいですね、これね。あ、9万振るかい。うん。え、えー、何かペイチャゃドラッグアパッソ。まあ、フリーだったらもう全部リーチ、凹んでたら全部リーチ。 うん、もうそれ徹底した方がいいかな。今のは。あ、今の曲か。特にない曲はって言ってたけど、今の曲ね、確かに。うん、もうもう断然即離です。パワーワン短期で。はい。発する。発する冷静だな。そうだね。なんかでも、どうなる面前で大丈夫って感じはするけど。 ただ、初仕掛けたとこで、パーソーを使って2000点しかないか。手配はでもぐちゃぐちゃだからな。まあ、俺は泣きますね。赤あり魔女なんで。赤、赤引いて、パーソーとか使えばいいし。あと、まあ、わずかにはトイトイの可能性もあるし。俺は初ポンして普通に E ピン切ります。E ピン残しおもろいな。 うん、ピン切る、うん、ああリーチ入ったのかリーチ入ってこれねああ3層かうんフリーかうん もう老僧で。うん。自分が上がるより嬉しいパターンが一応あるからね。気持ち茶といめんが補充したらお落っこちてくるから。もう完全ベタ折りで。まあまあまあ、三素も大丈夫と思いますけど。自分がちょっと手合いが。 るすぎるかなあとは3万切って全層するかね。上がる気、もう俺3層切るんだったら俺はもう3万切ってますもん。完全に上がる体勢で。まあいいんですけど、3万と3層だったら3層でもいいんですけど、まあ、それぐらいの気持ちって感じかな。ただもう1000点確定なんで。 ドライできたなああ、テンパだ。うん、テンパったら、それは取ります。うん、ドラ乗った。うん。積もられる。<laughs> はい、何戦局シャーチャー。ああ、めちゃくちゃ勝負で入った。リーチダブな、イい,いシャンテン。いや、もうテンパるんかい。 らすか。なこれもなんか早い。うん。厄敗から。ああ、もうな。これなんもなく、いきなりなんもなくなったな、もう。後半二曲は。えー、九1うん、リアルパスを。えー、トイメと四千二百0 まあ、リーズモーピン風裏位置だったら OK いい。で、まあフリーなんで、まあ一発で出ない限りは見逃すって感じかな。で、いいんじゃないかな。相撲裏位置で着順浮上。 あ,あか、上茶から出た場合下茶という面からだと普通に裏位置乗れば着順浮上するんで普通に上がります。はい、リチーー終わった 普通に上手かったんでこんな成績になってるか全く分かんないななんだ報酬率も高いし上がり率低いし普段適当に打ってんのかな今回見たらそんな,なんかこんなこんな成績の人だったらとんでもない出はいがね2局に1回ぐらい出るんですけどこれは真剣に打ったのかなもしかしたら普段適当に なんか他のことやりながら打ってるけど、この配布は配布検討してもらうために真剣にやったのかななんか特別ないんですけどね。ここをこうした方がいいですっていうポイントがマジで。この曲でね。はい、これね。まあ、そくりぐらいになっちゃうね。うん、なんか結構細かい切り順だもんね。 明らかにおかしいですみたいなのがなくてただ細かい切り順をこっちからならこっちかなっていうことをよく言ってたなっていう感じでこういうのねトンカさんはどっちかなとかうんうん <laughs> うん。まあ、これもね。うん。いや、本当にないな。うまかったな。ああ、まあ、この曲ぐらいか。俺が絶対にやらんのは。このクソ手配から、トンハツは、トンペイは切らんなって感じ。やっぱ、イソうか。もう、それこそもう、決め打ち。俺はもう結構決め打ちますね。ウーピン、ピンズ並べるんじゃないかな。ウーピン、パーピン、リャンピンって。 ンーパーピンって並べるんじゃないかな。ああで、まあ、本リーチか。あ、またきでリーチしないのも、俺は絶対したがいいと思う。てか下追、したがいい。で、この次は、初が2枚目を泣いていくやつ。うん。 で、今、もう今見たもんね、これね。い今見たとこの話。リーチ入ったもんね。うん。いや、マジでない。なんだ、これ。もしこれが、普段、普段から同じですよっていうなら、なんかまた別の配布も見たくなりますよね。 まあ、もしこの試合が真剣に打ってて普段は適当ですって言うなら普通にあなたは上手いですって思ううん特別なんか言うこともなくな、ね、いただ普段から全く同じ打ち方ですって言われるとなんでこんな報酬率も高くてこんな成績になってるかってのはちょっと不明ですねうん やっぱジャンタマとかラス回避マージャンしてもトップ率33%とかなるんでフリーの打ち方したらどれぐらいになるんかな ?35 とかいくんすかねもしかしたら。まあ35とかちょっときついかもしんないけどまあただまあ一応俺の成績で考えたら35とかいきそうだよな。俺がトップ取りマージャンしたら。普通にラス回避してこうだもんな。まあ、34.4もあるのか俺。 いいなトップ率うん36とか7になるんですかね俺でもちょっと考えられないけどねトップ率37%って1000試合近くってまあだけど一応理論的にはそうなるよラスカヒマージャンです34%あったらトップ取りしたら2.5%ぐらい上がりそうだし、ね、ラス率も5%ぐらい増えて んラス率5%増えて、トップ率が3.5%増えて、2着率3着率はめっちゃ減るってことか。まあ、それはちょっとわからんけど。うん。まあ、そんな感じかな。いや、本当になんでアナス正なというか、もう全くわからない。本当に理解不能。それぐらいうまかったと思います。うん。普通にちゃんと打ってるっしな。 はい、まあじゃあ今回の方はね、初めての配布見る方だったんですけど、はい、配布持ってきてもらってありがとうございます。まあ今後ともよろしくお願いします。えー、平均上がり打点。ああまあ一応ちょっと今気づいたのが、平均上がり打点が、俺が5500。で、えー、まあ平均打点と風呂率か。 まあでも、風呂率もな。フリーなんでね。風呂率31%が悪いかと言われたら、それは悪くないですって思いますけど。まあ、そういう感じで。まあ、あれだったのかな。多分だけど、俺が泣いてほしいような手を泣かないんだろうな。さすがに風呂率31%だと、風呂率50%の俺が見たら、いや、それは泣いてくれって多分思うのがあって。 あるんだと思う、多分、そこなんじゃないかな。ただ今回たまたまそれが出てこなかったんかな風呂率が31%になるっていう、その要因の手が、多分出てきてないんだと思う、これは。うん。31%だと結構なんか、ああ、君は面前だねっていう感じになるんでね。さすがに53%の俺から見たら、半分とは言わないけど、半分近くね、少ないから。 うん。いや、俺は泣くわっていうのが連発するんだろうけど。たまたまそういう泣き手みたいなのがなかったんかな。陳逸は泣いたけど。<laughs> 逆に俺も泣くかなっていう、あの陳逸。はい。こんな感じでした。ではまあまた、何かあれば聞いてください。 まあ動画見て、ここがね、何か俺が、なんか見落としてるとか、なんかすあの自分はこう考えたって,っていうのがあれば、そんなもんは送ってもらえれば、いつでも答えるので。はい、では、えー、失礼します。あ、BGM なかったよね、これ。<music> BGM なしでお送りしました。 では失礼します。